はあの聞いたところによるとですね最強の敵としか言いようがないなと思って <laughs> どうしましたか皆さん内田さんが非常に詳しいんですけども<笑><笑>見た目がどうしても人間まだつまらない後方ムービーカメラいただいております新たなアベンジャーズ最強の敵になると言われている征服者カーンも登場いたしました内田さん吉井さん、はい、作中で退治されてみて。 内田さん、<や>カーンにはどんな印象を持ってらっしゃいますか 聞いたとところによるとですねあのドラマシリーズの「ロキ」にもうあ,のあり続けるものという名前で出ていてで演じられている役者さんもあの同じでだから何て言うんですかねこうカーンっていうのは別のタイムラインにも存在していてでコミックの方ですとその実は名前を変えてまた存在していたりとかですね本当にねあの存在自体が謎なんですよ。私もその調べていいくとどんどんどん,どんあの新しいラインのところに に出てくるのでこれはもう最強の敵としか言いようがないなと思って <laughs> なんかねあのこちらがこう、ま、前のサノスみたいにね見た目から何からすごく凶暴で怖いっていうわけじゃなくて人間のようなその形で人間なんじゃないかっていう形で出てくるので私は本当にね今回ちょっとあの「アベンジャーズ」に続く話にもなっているって聞いてますので、はい、どうしたらこの敵を倒せるのか。 なんかもう見ながらちょっと考えちゃってと思ったんですけどなどうしたどうしましたか皆さん内田さんが異常に詳しいんですけどでもねアベンジャーズファンの方ファンの方が思わず拍手が、ね、出るぐらいあれですよね皆さん知ってらっしゃいますもんね、はい、んあり続けるもので出た時ちょっと嬉しかったですよねで今回本当にあのきちんとカーンとして登場しますので、うん、これはねあのカーン誕生というか ここでこれからの作品ものす,す, <laughs> <え>すごい熱が急に<え>すごいですね <laughs> いやいやなんだろうセミナーに来てるみたいな感じの濃厚な思いがさいでもあの本当にファンの方だったらねわかりますよねはいありがとうございますいやこれはね次に戦うそのヴィランとして本当に申し分のない ただね、見た目がどうしても人間。とまだ続こうとします。熱が帯びすぎて、ちょっと待ってください。もう、もう上映時間になってしまうんじゃないですか、このままに。本当ですか。でも、ね、木内さんも知ってらっしゃいますもんね。もう全部、あの、おっしゃられた程度情報番組担当の皆さんね、うまく編集をお願いいたします。すみません、ありがとうございます。